ゼウスさんが17本の動画をアップしていたので、タカちゃんとゼウスの17本バトル、うん、やるしかないよね、もう。まあ、そうですね。あ、まあ、僕の特権というか、まあ、僕のその相方が、このスリアロスタジオの人なんで、タクは目の前にもあるし、いくらでもあるんですけど、タカちゃんでも、ジャン力がですよ、はい、世界トップレベルだとしたら、はい、17本は白帯じゃん。はい、いや、トヨピより弱いよ、だってやったことないの。いや、僕もそんなやんないっすよ。でも、やったことあるでしょ。若干で、見たこともあるでしょ。見たことはあります。だからじゃあ太郎さんのプレーしか見たことないから太郎さんのプレーが、はい、変な自敗待ちばっかりだったのね。はいはいはい。相内さんが両面ばっかりの人で、はいはいはい、太郎さんは自敗待ちの人で、はい、その回たまたま自敗待ちの理屈も分かるんだよ、はい、第1打ぐらいから自敗から行くからとか、そうっす、理屈は分かるけど太郎さんボロ負けしててさそのプレーしか見てないのね。だからあいつ弱えんじゃねえかと思ってあいつ弱えんじゃねえか、あいつにボロ負けして、あいつ底辺なんじゃねえかってことは、違う、聞いて、太郎が最弱ならば、はい、大井や村上もしょうもなく弱いぞ、多分。確かに17やってみる。これでも太郎さんがなんかやっちゃってるから、僕らやりづらくないですか。後出しね企画パクリかよみたいな。企画パクリは大井太郎の関係性からはありだね。まあ、ありだね。どっちチャンネルで、じゃあ1回目は例えば太郎のチャンネルでやる、はい、2回目はタカチャンネルでやる、でやってみる、はい、うん、何でも、まあその辺は何でもいいっすよ、うん、なんかやってみようかじゃあ1回収録しようぜ。そうっすね、うん、罰ゲーム作ってやろうぜ。いいっすね、あいつに激辛食わそうぜ。あ、ごめん、太郎さん激辛得意ですよね。あのね、昨日、一昨日中華行って、はい、辛いものを、麻婆だのなんだのを、はい、あの一番辛いので食べてたから、うん、でも顔が辛いの得意そうな顔なんですよ。罰なんねえな。なんで、じゃあ、でもかといってあいつ甘いのも好きなんだよ。あのうちにまっずいキャラメル届いてるんで、それ食わせましょう。あった、はい、あった。今年社会人1年目なのですが、社会で生き抜くコツはまず自分を客観的に見ることだな。うん、人が自分をどう思ってるか、周りの人間が自分に対してどれぐらいどういう評価をしているかを、あのピントが合ってないと大変。自分のことを過小評価もダメ、過大評価もダメで、相手の評価もそう出てきちゃうから、うん、あ、とにかく簡単に言うと、空気読めるようにならなきゃ社会で生きていけない。うん、それで生きていきたかったら、一人で配信者とか作家とか一人で生きていく仕事をやるしかない。うん、難しいぞ、一人で生きていくのは。一人で成功する人なんて本当にいないからね。うん、お騒がせみたいな、なんだか犯罪のこととかしたりしたり配信者とかもいるけど、続かない。なるほど。ちゃんとした企業は相手してくんないから、そういう突発的な人には。だから本当に麻雀の配信者だけじゃなく、なんか奇抜なことすりゃ瞬間に注目は集められるけど、その先誰からも相手されなくなるから、気をつけないといけない。社会人ってそういうものだから。うん。RMA である程度名前を打って最高位に移籍する条例ルートができてる。できてるって思うよ。2人3人の話じゃねえかよ。でもしかもそれ、そんなルートって話じゃねえじゃねえかよ。あれは最高位の話がついてる。ついてるというか、別に移籍っていう希望が来てますが、みたいな連絡がちゃんと筋通してくるよ、最高位が。はい。うちとしては、あ、別にどうぞっていう。はい。はい、RMA としては悲しい。まあ悲しい、ありがとう。それか RMA 好きになってくれてありがとう。だから実際その、まあ実況の枠ってさ、限られてるじゃない。ああ、はい、例えば RMU で実況できる人なんて何人か数人しかいないわけ、はい、その枠で実況を育てて育てて違う団体に行かれちゃうと、そのああまた育て直しかっていう思いはあるけど、あの引き止める必要がないというか、引き止めても意味ないから、うん、行きたきゃ行くしかないんだよ。それでその人の人生だから、うちはさ所有物と思ってないし、うん、だからそれで向こうが成功する、うちに来る人もいるからさ、他団体から、うん、だから別にそれで成功すればいいし、でそういう子を応援したくねっていう気持ちがあったら応援しなきゃいいんだよ、そういう、うん、うん、RMU でのファンありがとうね、その RMU で育ったんだから RMU で恩返ししろよっていう人がいるなら、それを応援しなきゃいいし、別にその子を俺は責める気もねえし、まあいいんじゃないっすよ、自分の好きな人生じゃん、うん、RMU でこれじゃこのままいたら目が出ねえや、ダメだと思えば移籍するしかねえもん、うん、だから頑張ってくださいとしか言わないよ。
RMA の SQ ライセンスのプロの魅力を紹介して、どうしたんだ急に。おいでよおいでよベガおいでよベガ村。 RMA の SQ ライセンス、まあ河野と阿部に関してはまあベテランで、それぞれタイトル7個とか8個とか取ってるんで、まあ実績の面に関してはまあ全然 M リーガーに引けを取らないし、その魅力だからもう少しさ、 彼たちにさ頑張ってほしいんだよね。世に打って出るっていうかさ、 RMA 多いだけじゃねえぞと、俺たちだっていつかみたいな、その諦めてほしくないんだよね。世の中から置いてかれるような人になってほしくない、特に河野と阿部には。谷井と松ヶ瀬は、まあ、松ヶ瀬はまだ向上心があるというか、はい、あいつは M リーガー狙ってんな、はい、うん、谷井に関してはちょっとよくわからない、うん、なんか結婚して子供できてる、もう落ち着いちゃったみたいな谷井さんはだから一番期待してるのは、そうだな、特に心の中にちゃんと野心を持ってる河野と松ヶ瀬に関しては、はい、うん、まだまだ頑張ってほしい。関西在住で3人麻雀ほとんどなのですが、お、4人と3人うちで戦略が変わります。変わります。はい、3人麻雀の解説動画、俺ね3枚やりたいと思ってる。実際のパイを使うか、はい、ネット麻雀でリーグ戦をやるか、はい、それはどっちもできるじゃん僕の場合、はい、YouTube で、はい、だからそれをね考えてるんだけど、とにかく3万のリーグ戦みたいにやりたい。はい、はい、タカチャンネルで4万あんまりやってこなかったけど、今まで3万だったら少しやってもいい。4万みんなやってるから、うん、3万ありですね。やりますか、ちょっとやってみようか。ネットだとすぐ、はい、あの検証もその場でみんなで一気にできるんで、ネットの方が楽、楽は楽なんだけど、僕はね3万を人をちゃんと揃えて、はい、あのまあ太郎でも何でも強いやつを揃えて本格的にやりたいの、やるなら、はいはい、うん、それか不特定多数ならやるなら CPU 対戦みたくしてまた、うん、ラザンみたいな感じでやっていきたい。だからちょっとそこは検討します。そうですね、はい、3枚やりましょう。おお、よく聞かれるんだよこれ。アベマズが5人目を獲得しなければならなくなりました、大井が監督ならどなたを選出しますか。まあ僕は水巻さんを取ります、必ず。今なら5人目は誰取ってもいいならね。だってもう散々水巻言ってますからね。どうすんだよこれで全然違う可愛い子ちゃんだったらどうすんだ。そしたらあフェイクだったのかって思う。やってんだってこと。いや違うか、チームとしてを考えて実力以外の部分を重視したってことだ。 そうだな、その頃になったらやっぱ大井の人気が落ちてるとかさ、はい、そうかもしれない。でも5人目が例えばもう麻雀プロじゃありませんみたいな、著名人からお願いしますとかなるかもしれませんもん。そうだろう、その時は水巻さんじゃないですもんね、うん、じゃあつえ、つえし、条件満たしてる。あいつつえ、ジャイはつえ。ジャイさんもう打ってるの見るだけでつえもあいつマジでつえ。じゃ結局それなら著名人縛りならジャイ。あの全チームドラフト1位ジャイさんです。いやそこは俺圧力かけて。うん、ジャイとその直近3ヶ月ぐらいはジャイを全部拘束する。いや接触させねえ。毎日焼肉ごってやるっつって。いや水脇さんの理由はまあとにかく性格の良さと麻雀の強さと、うちのアベマズ4人も水脇さんとなら絶対にうまくいく、うん、なので性格は結構大事です。やっぱり麻雀少し強くても、や例えば俺がナンバーワンだぜみたいなビッグマウスって、僕はそういうやつ好きだけど合わない人も出てくるじゃない。もう一回受け入れてほしいの、自分が今まで選ばれなかった人だよっていうのを受け入れてほしいの、うん、M 以外の人には。あのあなたが強い、自分で強いと思ってるのはもう一回分かりましたから、一回それ置いといてくださいと、はい、あなたは今まで21人にも29人も選ばれてない人っていうのを一回自覚してください。もうすでにチームがあるんです。そこに新しく入るときに俺が最強だって言われちゃうと、こっちの例えば3人の人はそいつとうまくやっていけるかなって考えてチームの人がそれを選ばなくなるんで、はい、一旦考えてください。あの選ばれてなかった事実を、そして後で入るっていう事実を、そうしたことでただね、麻雀プロって自分に言い聞かせて俺が最強だと思ってなきゃやってらんないところもあるんでね、気持ちがわかるんだよ。僕も昔大して強くない時に俺が最強じゃいって言ってたから気持ちはわかるんだけど、 M リーグはそうはいかないの。あの大事な企業がいて、その超エリート、あのもう
電通でも博多でも、はい、もう全部言わなきゃいけないんだけど、セガでもコナミでも全部ね、テレ朝さんも角川もみたいな、はい、全部これユーネクストもサイバーももう8社いるわ全部エリートサラリーマンの方たちがスタッフで運営やってるわけ、はい、でその人が何を大事にするかっていうのをマジで考えなきゃいけないんで、うまいことをそのビッグマウスでもヒールでも何でもいいんだけど、ビンゴになればいいんだけどね、はい、うん、その人たちが大事に思ってるのはあなたじゃなくて、もうすでにいるチーム3人4人だから、はい、うん、からこれから新しく入る人はその辺も考えないとエミリーガーになれないですよ、うん、はい、僕はアドバイスしてます、はい、ちゃんとその辺のことを考えられない人は呼ばれないですよ一生、うん、はい、もう自分が強いって言ってるだけで終わっちゃうんですよ、寂しいじゃん、少し考えない？ SNS の発信にしても。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。